你收看的频道是牛奶大师师师师台。各位朋友大家好，我是大师。好，我们继续玩圣女之歌 Lilo 的故事啊。好，我们上一章打败了那个乐什么斯的，我们看一下装备。角色，我们拿一个羽毛嘛，对不对？大家记得吗？等一下，羽毛背包，蓝图勒斯之羽，父亲的项链不能装备。角色现在好像也不能装备，对，不行。好，我们开始吧。好，走吧。这个是爬 A 或是左加 space， 好，就像洛克人一样，哦，还可以滑了，跟洛克人一模一样。枪，为什么跳不过去？叫滑一下，哦，两段跳就可以了。这怎么办？哦，那个招式换了，有没有变成这样？这怎么跳过去啊？好像不行，对不对？可以冲刺，然后两段跳吗？不行哎，有人可以教我怎么过去那个吗？再一次。键盘会比较好一点啊，不行，而且你冲刺跳只能跳 一段而已，但只能跳一段，再试一次。还是像跳不过去啊，啊，你上面有宝物哎，好吧，我放弃了。算了。哦，算了，不管了。应该有东西可以拿才对。还是现在没办法拿。这里是 OK。工商服务时间。接下来这件事超重要，在我们正前方有个悬崖。然后嘞，喂，臭阿英，老娘还在讲话，你就急着往前走，干嘛不干脆直接跳下去死一死啊？凶哦！啊，不管那臭阿英了，大家可要千万小心。要这类型的悬崖掉下去可是死人的，发现前面有悬崖过不去的话，别心急，四周找一找，肯定有别条路可以走的。看到没有，头顶上不是正好一个树枝人才吗？赶紧用刚才学会的二段跳来通过这里吧。好，小心别太嗨哦，像撞到像果虫的话，那时候被撞到喷到谷底挂掉可不怪我，你说没问题的吧？那就 Let's go。 好，这么紧要的事情还要我教啊。对了，天知道会不会突然发生什么意外，还记得刚才有经过存档卷轴吗？安全起见，回去存个档再出发吧。好好好，OK， 存档，再存一次。好 ，Go。冲刺如果跳要过的话，就它就会消失的。哦，有苹果。没东西，补血了，嘿嘿，像个东西吗？
他不能往下看。我想下去看看，这么没东西吗？哎，真的没东西耶，怎么办？Sona Sona 好的，再走一次吧。这边还好，这边只是Let's go 欸，血会变少欸，算了。因为我想说下面有东西啊，欸苹果，钱好像不好赚哦，得不到。苹果，吃吃吃吃，然后掉下去耶。吃吃吃吃吃吃，好，到了。哟，久しぶり。久しぶり。那谁啊？森の番人の剣、ウザートの誇り、サンセットバレーの憧れの的、バルハナの闘魂。ワインサリム殿じゃないか。おお、久方ぶりだな。フサルハイムの剣と盾、人の王の右腕、アンゴラの星、千本刃の剣豪、ジョシュア・ヨツレヘム。君が来るとはどういう風の吹き回しだ。这段用中文讲还蛮奇怪的。你看，福萨赫姆的剑盾，人皇的右手，安古拉之心，千之刃剑豪。创赛亚有盾痕，什么风把你给吹来了？哎，そのキモい喋り方、二人ともどこで覚えてきたんだよ。おお、そちらの方は、蝶の羽の忍者、月夜の踊り手、トラシルの使者、ケムシッチのモモ。ケムシッチ、クソくれ！モモ。伝説の高貴な精霊が。ところ構わずクソなんて言っていいのか？ゴリャ！そのクソ！ジョシア、またナイルにちょっかい出しに来たんじゃないだろうな。なあ、ちょっかいってどういうことかな？どうしてワインと喧嘩していたのに僕に矛先が？それは、実は大親友のワインと昔話をしに、あ、だってその昔話をするために俺の家に帰る。ナイルも家にいるから、ついでに好きな人とも話ができる。お前の考えることなんてみんなお見通しなんだよ。ナイル？僕は。你好耳熟的名字啊。よう、お前ら早かったな。え、俺たちより早く出なかったか？それは、話すと長くなるんだが、引っ張られて伸びた誰かさんの耳より長くねえよ。リーダーがあのチビを捨ておけないって言うんで、林道を何週間回ったんだ。ん？隣にいるのはジョシアじゃないか。こんにちは。森の番人のリーダー。ウザートの。はいはい、いい加減にしろ。とにかくあいつは見つからなかった。逃げられたか、野獣に食われちまったかもな。チビって？大したことじゃない、気にするな。みんな集まったことだし、リーダー、一緒に里に戻って長老に報告する？まあ、いや、今はやめとこう。報告については俺とデブゴンでいい。お前はその何だったっけ？なあ、ジョシュア、お前らは一緒に行動しろ。そうそう、フサルハイムからはるばる来たんだ。可愛いナイルちゃんに早く会わせてあげないと。
泣いちゃうぞ。そんなことない。傲娇穿上や、真的是傲娇。とぼけるなよ。俺たちみたいな野郎と無駄話しているせいで、愛しのハニーに早く会えないって顔してるぜ。女子や、ナイルに変なことしたらこの私がマンボスッパー。はいはい、その技はあんまり人前で披露するな。話戻るけど、彼はあの高貴なアンゴラの星なんだぞ。ただその星はな、さっきからずっと牧羊者の草原にだけ輝いているけどな、一体どの羊飼いを探しているのかな。それじゃあこうしよう。ここで二手に分かれて、用事が済んだらそのまま帰るなり、ブラブラするなり、好きにするがいい。じゃあ俺たちは行くぜ。あばよ。お気をつけて。じゃあな、俺とデブゴンは先に行くぞ。あ、日本配音真的真的像動画。それじゃあ時間もいい頃だし、僕たちは牧羊者の草原の風景を楽しみながら昔話でもしないか。そうでね、そうしたら運悪くナイルに会えないかもな。モモ、後でちゃんと羊の群れを避けるんだぞ。好啦，Go。那种配音真的也蛮有 feel 的啊，就像真的在看日本动画一样，这次制作团队非常的有心。哦，这边可以存档吗？哦，有可以。第一章第一话有点遗憾的安古拉之心。哇，帅！哇，闪电！他可以放出来吗？好像没办法。不行 ，OK， 好吧，走吧。牧羊者草原。声音怎么有点小声？嗯，要浇水了吗？哦，不是不是。哦，这边没有口白。川上雅，嗯，我说你呀，是不是该找个老婆好好定下来了？辞去王都伏杀恶魔的护卫工作，搬来我们二煞的图如何？跟我一起当威风的伸手者，反正一样都是为王都做事嘛。华英，嗯，华英，你，不要一脸正经的问我这种问题，你只是想寻我开心的吧？哈哈哈哈，我觉得你刚刚有一瞬间在认真思考这件事耶。别这样，这件事情很严肃啊。我很认真啊，难道你想放着奈尔不管，一个人在福萨厄姆生活吗？既然难得来，就趁这机会跟他表白如何？我才没有，意思是你没有答应我妹妹咯。哦，因为她是妹妹啊。既然这样，还是说我们直接回聚落就好。毛毛，你觉得呢？这个提议不错，我们还是别打奈尔牧羊好了。哎，闹你的啦，真是不坦率。再说我怎么可能不去接奈尔回家啊？啊，奈尔在羊群的前面，赶紧走吧，走咯。早知道你们正要回聚落，我就不用特地上来找你了。才刚到，要回城，白跑一趟。特别是日落谷森林口那段路，实在崎岖难行。这算得上守护王都的铁壁、二煞图的高墙、入侵者心探的。停！你不是这样就无法表达心里的感受吗？这我话也不是这样说嘛。好了，我动你的，草很利，小心别割伤喽。才区区几个草，还是？创赛亚连草都搞不定，你是把我当多脆弱的人了？难说，说不定奈尔就喜欢这种的。好了，再不出发就真的要错过那个谁喽！你别老是提醒这件事的。
这什么？哦，冲刺 ，OK， 就没有刺猬，好可爱哦！等一下哦，好，哎，木跳下去会怎样？会死掉吗？啊，少一个了。早知道不要了啊！算了算了算了，这打不那个刺猬是打不痛的，应该我稍微打一下，反正有两个这个什么森林之阴灵之力吗？有两个也是可以啊，所以要小心，如果被碰到的话，你会少几个技能之力。OK， 好。我在录这款游戏就比较没有比《侠客风云传》前传会累格了，基本上都没什么累格发生，可能这个需求比较低吧。欸，这水是不是？欸，一个斧头欸。欸，可以拿吗？不行啊！你刚刚看到吗？这里有一个闪闪发光的，可以拿吧？不行欸。金斧头跟银斧头，这斧头不是，这是铁锤，金铁锤跟银铁锤，你要哪一个？我都要。这两把都不是我的，竟然这么诚实。哎、欸，那个到底什么东西啊？可以拿吗？不行哎、欸，很执着。算了。哎、欸，没。哎、欸，问号。有跟打上问号哎、欸，你有看到吗？着いた。ナイルはこの先。ああ、本当に絵のような風景だ。さすがウザートの暖かな風。風の中で優雅に揺らめいている。ジョシア、あんた気持ち悪すぎるんだよ。本当のこと言ってるだけなのに。哦，壮赛亚真是个痴汉。お兄ちゃん。おっと、いきなり飛びつくなよ。こんな妹いいな。ジョシアはワインを羨ましがってるのか？お兄ちゃん、今日は少し遅いね。ああ、ちょっと。とあってな。あ、那个好、好可爱哦。いいの。それじゃ帰りましょう。こんな妹いいな。你这个痴汉、想干嘛？何照れてんだよ。もっと大きな声で。なんでもないよ。タイル、こっちこっち。誰だ？ジョシュア兄さんだ。こんにちは。それだけ？人の名前の前にいろいろとくだらないこと言うの好きじゃなかったっけ？さっきまで言ってただろ？そうだよ。ナイルに聞かせるセリフを考えてきたんだろ？お城のマナーだったっけ？ジョシュア兄さん？それは。考えてきたんなら聞かせろよ。ワインもひどいな。ジョシュア兄さんが、お城のマナーとかいうのを聞かせてくれるんですか？それは、ああ、それじゃあ、ああ、本当にやるのか？快点呐，你怎么捏的？早くしろよ、日が暮れちまう。ナイル楽しみです。ほら、ナイルがこう言ってるんだ。女子や、ファイトー！わかった。快、それじゃあ、快点呐。こんにちは。ウザートの暖かな風、羊の群れの守護者、牧者の道しるべ、優雅で高貴な美女、ナイル・サリム。あ、
烂透了。ウザートの暖かな風なんてグッときますわ。ありがとうございます、ショシュア兄さん。そのナイルには受けるのか。うまくいってよかったな。ジョシュア、お前も何か言えよ。そうだった。ナイル、一日中一人で放牧しててつまらなくないのかい？そんなことありません。ここからの景色はすごくいいんですよ。ナイル、よく一人でこの草原に座って太陽が琥珀に沈む景色を見るんですけど、いつも太陽が琥珀に沈む瞬間を見ていると、ついあの美しい伝説を思い出します。伝説？小さい頃お母さんが言っていました。私たちが見ている太陽、月や星、それらはすべてシーラットが見せる幻なんですって。シーラット？それは高貴な人魚族の物語で、人魚たちはクラゲをシーラットと呼ぶらしい。哦，终于讲到森林之歌重点了，人鱼族的故事。其他特色在森林之歌出现过啊，又忘记了。我西剧中。私たちの言葉で言うと、海中の光源。私たちが見る海面の下では、たくさんのシーラットが息づき、海の中にいる大小さまざまなシーラットは、生まれた時に共通の意識が存在する。彼らは最も深い海の底で生まれ、天空を目標とし、ゆっくり、ゆっくりと上へ泳ぎ、海面に浮かび上がって選ばれたシーラットが先祖の導きを受けて、この大海を離れ、空へと飛び立つ。その中で、最も大きい C さんが太陽となり、チームが月となって、日夜、暖かな光で万物を守る。小さなシーラットはチームに惹かれ、夜空一面の星となる。シーラットが地上に落ちると、カタツムリに変わり、川に流されると亀に変わる。カタツムリ？カメ？ジョシュア兄さん、お兄ちゃんのデタラメを信じてはいけません。シーラットの伝説にそんな物語はありませんもの。夢を見るのが好きなくせに。俺が知っているのは、琥珀のクラゲは刺されると痛くて痒いってことだけだ。それからシームは俺にとって里に流通する貨幣さ。月なんて知らないね。それに母さんからそんな物語は聞いたこともないぞ。聞いてなくて当然だろ。ナイル、お兄ちゃんに教えてあげな、これらの物語をいつ聞いたのか。小さい頃お母さんに連れられて琥珀の岸辺で遊んでいた時に聞いたの。聞いて？物語を聞いたことないどころか、岸辺のクラゲだって見たことないだろう。ジョシュア、私が代わりに言ってやる。ウザートの金槌、シーラットの餌食、琥珀のドダエモン、ワインサリム殿。二人の喧嘩にまた僕まで巻き込む必要ないでしょ。クソ毛虫、俺を売ったな。なんかすごい秘密を聞いたような。秘密なんかあるもんか。所以ワインスが汉牙子。どう見てもすごい秘密だろ。モモが言ってるのは、お兄ちゃんは水が苦手ってことですか？でもそのおかげで、お母さんが私たちを連れて水遊びに行くとき、お兄ちゃんは家に残って剣の稽古をしていたから、剣術がすごいんですよ。ふん、妹だな。こんなとこにまで助け船を出すなんて。それじゃあ、ワインは水が苦手なの？ふふん、私が保証してやるよ。何でも保証しなくていいよ。何世代も琥珀に隣り合ってきたけど、水が苦手な人がいるなんて信じられないわ。这很正常啊，你看我们台湾不是，也看四面环海，还不是一堆人不会游泳，对吧？是吗？道理でフサルハイムに誘っても断られるわけだ。いやいや、
水が怖いのと船に乗って海を渡りたくないのは別。森の番人の剣をこんなにけなしてはいけないな。剣を水につけると錆びてダメになる。そういう意味ではワインは森の番人の剣として水に近づけないという弱点は理にかなっているな。我靠，张三雅，你这人朋友够义气，还要帮主角找台阶下。ジョシュは忘れるな。俺とナイルは小さい頃から一緒で仲がすごくいい。威胁别人。どういう意味だ。初体を持つには俺の口添えがいるのにそんな態度でいいのか。おりょりょ、恥ずかしくて逆切れたよ。初体を持つ？何の話をしているんですか。ナイル、そろそろ帰るぞ。でもジョシュアは用があって一緒には帰れないそうだ。いや、好可惜や。え、そうなんですか。ちょっと残念です。そんなことないぞ。ワイン、変なこと言うな。あらららら、ら聞こえないな。ちょっと、この二人。ナイル、二人をほっといて一緒に帰ろ。うん、ジョシュア兄さん、早く里に戻りましょう。夕飯までまだ時間があるから、私がガイドになって里を案内してあげましょう。あ、お願いするよ。好，